もちは僕ゲームでございます。ウィリアプリ2020動画やっていこうということで、木曜日久々の来ました週間 FP ということでね、プラスさらにこちらのねファン投票リーグですね、フランスリーグの方のファン投票ガチャも来てるんでね、今回はねこの2つの、まあ、FP ガチャですね中心にやっていきたいと思います。まずはねこちらクリスティアーノ・ロナウドでね週間来ましたね。そうロナウドはね過去に CS とかにも登場して、あの週間の代表とあと普通にこんな感じ週間でも登場してて、今回も来たということで、ただですねこのロナウドがですね今回の大幅上昇がねまずグランダーパス、そしてプレースキック、さらにボディコントロールということで、まあ、ここは5上げしてるんですけど、大体他が2上げベースの感じですね。ね、ロナウド FP めちゃくちゃ強いっていうところあるんですけどね、ただ過去のロナウドの習慣だったりと比べるとね、大幅上昇という感じはないのかなっていう気はするけども、それでもね、相変わらず能力ぶっ壊れてるんでね、まあ、持ってない方もぜひ狙っていきたいところですね。はい、で、調子の方もね、しっかりグランドアップ追加されてるんで、ね、やっぱパスのところですね、ゴールアシストね、両投型みたいな感じにさらになりましたね。はい、そして来ましたサラーということで、もうロナウドとサラーがね同時に登場するというね、やっぱり2020年初週間 FP ガチャかなり豪華ですね。でこのサラーがですね、まず1上げベースですね、で大幅上昇が4なんですけど、オフェンスセンス、決定力、そしてカーブですね。いやだからサラーのカーブのねここでかいですね、これコントロールカーブがねまた狙いやすくなったと。サラーの FP もね相手にいてめちゃくちゃ強いねところあるからね、まあ本技で一度も当ててないので狙いに行きたいところ。バラン来ましたね、やはりバラン来たと、まあ、バラン来るんじゃないかなと噂されててね、しっかり来ました。でこのバランがね3上げベースからの、6上げですね、大幅上昇6上げの大幅上昇がね決定力ですね、決定力ヘディングからのディフェンスセンス来ました。いやーでっかいこれ、過去に自分、週間のところ当ててるんでね、持ってない方はもう絶対狙いに行くべき。で長所フライパスも、追加されてますね、まあ、センターバックの中でもトップクラスの強さ誇りますし、持ってない方はねもう絶対的に狙いに行くべき選手ですね。はい、そしてね個人的に今回の週間でもう大注目してるインモビレ、いやインモビレ来たね、ついに週間 FP 登場といったところで、インモビレマジで強い。はい、というのもね、まずオフェンスセンス、決定力大幅上昇ですね、5上げのところで、他が2上げベース、でさらにもう一つの大幅上昇がね、キック力なんですよね、これさらにミドルマッシャーといった感じで、インモビレの能力がもう本当にストライカーっていう感じの能力、そうで、インモビレワンタッチパス持ってるんだよね、元から、それがでかい、インモビレ相当強いかなと思うんでね、ちょっと。狙いに来て当てたい、使ってみたい感じありますね。はい、さらにねジェズスも来てんだよねこれ今週やばいね、ちょっとフォワードのところめちゃくちゃ出てきますけど、ジェズスがねインモビレと同じですね、2上げベースからの、5上げ大幅上昇で、オフェンスセンス決定力からのキック力ですね、そうキック力なんで、ここにフォワードのところで使いやすいかなと思います。ではね結構当たり多いんでね、そうだから半分ぐらいはね個人的に狙ってる選手が出るかなというところはあるかな。いやジェズスは熱いな、今回自分はちょっとね注目のところでウーレイをね最後注目選手としてあげたいと思います。左ウィング、適正ね初期ポジあるけど、センターフォワードも取られてきて OMF もあると。はい、でこの選手がねオフェンスセンス、決定力、瞬発力がね7上げやばいですよね、7上げなんでね、だから元の、ベースのところがね4上げといったところで、オフェンス7はやばいでしょう。で、決定力7からの、チェイシングと スーパーサブがついたことによりですね、元から持ってるワンパワンシューのところもね、やばい、結構ウーレイやばいと思うんだよね。個人的な狙いとしては、ロナウドのね、習慣ですね、FP のところを当ててるので、そうだね、サラー、インモービレ、ジェズスといった感じかな。まあ、バランもね、習慣でね、過去当ててるんでね。今回はね、狙いの選手がね、半分出るかなといった感じなので、個人的にはというか、もうあの、FP ガチャ、最近売り始めた方でもね、非常に熱い感じになってるんじゃないかなと、リーガ・エスパニョーラと言ったと、おー来ましたね、バランということで、まあ、習慣でね、持ってるんだけど、まあ、その時登場のバランとはまた変わってるところあるんでね、過去の習慣の方と使い比べてみてね、どちらがいいのかって言ったところもね含めてね今後使っていきたいですね。いやーいいですね、まずはね流れをしっかり持っていくということでバラン引いて、でまあそうだね個人的なところでサラー、インモビレ、ジェズス、この3選手誰か欲しいところではあります。おっプレミアリーグで、おおこれはジェズスだ、よしよしオッケーオッケーオッケー、本上げいい流れいい流れ、
これ熱い。いやー、ジェイゼス使いたかったんでありがたい。これは個人的に好きな選手もあるんでね、年齢若いからね、上限とかもかなり高いんでね、さらに今回の上げ幅がね非常にいいので、めちゃくちゃ嬉しいです。来てるね、来てるね。オッケーオッケー、狙いのところしっかりいけてますね。で、あとはですね、そうだね、まあ、サラーかね、インモービレ、どちらかね、当たればね、ラストもそこはいいかな。まあ、もちろんロナウドとか来てもいいんだけどね。逆にこの2上げベース5上げのグラッパープレスキー、ボディコンロナ来て、おプレミアで、これはおー、ジェゼスかぶワンチャンね、サラーの可能性ありましたけど、まあまあでもこの被りはね、育成があるんで、でもジェズス当たったんでね、ちょっとジェズスまた使っていきたいと思います。もう一つのガチャね、こちらも解説しく、ファン投票のね、リーグワン、フランスのね、FP ガチャですね。こちらまず、ネイマールということで、ちょっと本話が欲しい。本話が当てたいといったところで、そうだね、ファン投票でパリ・サンジェルマンがね、ディマリアとムバッペをね、おかえ、だからこの3選手の中から誰かといった感じで、ネイマールが選ばれましたね。結構ね、ムバッペの可能性とかも高かったんだけど、多分ね、ネイマールとムバッペどちらかみたいな感じで、投票率はね、その2選手が高かったんじゃないかな。今回ネイマールがね、1上げベースからの大幅上昇が決定力ですね。そう、決定力4上げてるんで、まあ、ここの上昇のところね、非常に熱いかなと思うんだけど、大幅上昇が1つっていう感じですね。本赤ネイマールやっぱ使いたいっていうとこあるんでね、そうですね、ネイマール狙っていきたい。メンフィスデパイということでね、デパイもね、ファン投票来てますね。これ、週間の方で出てるからね、ちょっとね、希少性のところ低くはなるけどね。まあそうね、今のところもちろんそうなんですけど、オフェンスセンスがですね、デパイ、5を上げてます。だから2上げベースですね。他のところは2上げで、オフェンス5上げなんで、本枠は一度も当てたことないんで、デパイも狙っていきたい。グランダーパス追加。ゴロビンということでね、そう、個人的に欲しい。ゴロビン。3上げベースからの大幅上昇6ですね。で、オフェンスセンス6。ゴロビンね、中盤のところで足速いからね。そう、だからまあゴロビンね、過去ね、ゴロビンはね、結構当ててるのでね。狙っていきたい。こちらですね、マックス・グラデル。ファン投票、リーグワンで個人的注目で、能力非常に高いですね。で、大幅上昇がね、プレースキックが7ですね。ただ他のところが、4上げベースいった感じなんだけども、そう、このプレースキックのね、7上げのところがね、まあ、長所系のドリブルだったり、スピシュン系、もしくはキック力とかに行ってればね、さらに熱かったかなっていうのあるんだけど、もうね、ダブルタッチらしく足裏コントロールからの、もう特殊ダブルタッチが出せるんでね。そうで、PK キッカー追加されてますね。スキルの方が追加されることもあるんでね。まあ、CS とはちょっとまた違った感じにはなるか。ただまあ、大幅上昇的な一つなんでね。アドリアン・トマソンといった感じで、この選手もね、結構熱くなってる。オフェンスセンスがね、8。8上げてます。で、大幅上昇5からのバランスが取れてんだよね、能力の。で、スピード瞬発も全然遅くないし、非常に使いやすそうな選手で、ワンシュー追加ですね。で、もともとからワンパン持ってて、長所3つ追加からのプレイスタイル、2列目からの飛び出し。めちゃくちゃ熱いですよね。個人的に最後注目と、カリファ・クリバリということでね、この選手ですね、身長197センチ。はい、197センチのセンターフォワードで、能力はまあ金の選手なんですけど、決定力がね、大幅上昇で7ですね。で、他が4上げのところで、そう、前ね、ノーマルのね、カリファ・クリバリ動画外とかで使ったんですけど、結構使いやすくてね、そう、身長197からの、まあ、スピードのところもね、結構高いんでね、速い。はい、からね、ヘッダーチェイシングということで、ポストプレイヤー、そしてこのね、珍しきプレイスタイルを持っているので、他の選手にはない強みをね、たくさん持ってるね、カリファ・クリバリもね、個人的に注目ですね。3回でね、ネイマール引ければでかいかな、ということで行きましょうかね。まあ、ネイマールとデパイ特にね、あとカリファ・クリバリ結構欲しい。マックス・グラデルもね。まあ、その中で誰が当たるって感じで3回分ね、ちょっと引いていきたいと思います。ということで、こちらは左利きで。この選手は先ほど紹介したところではないけれども、誰でございましょうか。スティブン・メンドーサということで、左ウィングの選手ですね。ドリブルゲーが高く、スピシュンめちゃくちゃありますね。ただ、コーンはそんなに高くないが、飛び出し持ち制限でね、引けると。何回でも引けちゃうんでね。そう、ただ、まあ、誰が出るか分かんないといったところでね、狙いの選手をピンポイントで1選手、特にネイマールとか狙うってなるとね、なかなかね、そう、コインどんくらいかかるのかなといったところなんだけど、これ、まあ、今回はね、ちょっと300コイン、動画のところで、ね、300コインでいきたいと思うんですけど、これでネイマール当たんのかな。ネイマールだいぶ、まあ、20分の1いった感じでしょ、だから。さあ、といったところで、まあ、なかなかね、そうね、簡単に、あ、これはあれじゃないの？そう、パイエ、パイエ。そう、名前が出てこない、パイエですね。ラストですね、なかなか出ないですね、これ。そうだね、さすがに、まあ、週間よりもね、選手数とかも多いんでね。まあ、ただ、まあ、無制限のところではあるからね。ただ、まあ、無課金のところの方に言うと、なかなかね、
狙いところがねガッて出るところは難しい部分あるところ、あまりトラオレですね、サイドバックの選手と時間の方と、こちらリーグ1のねファン投票のやつ、まあ、ファン投票のやつなかなか狙いこれピンポイントでいくのむずいのかな。2020年初のね週間 FP なかなか豪華でしたね。ぜひ皆さんのね当たった選手のねコメント欄ガンガンよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。